ジェームズ・ブレーディ、ジェームズ・スコット・ブレーディは、ロナルド・レーガン政権時のホワイトハウス報道官。1981年のレーガン大統領、暗殺未遂事件で生死の淵をさまよい、その後も、身体障害に悩まされながらも、重規制の推進を主張した。イリノイ州セントラリアに生まれ、同志のセーメアリー・カトリック小学校に通った。アメリカボーイ・スカウト協会でも最高ランクの、 イーグルスカウトを授かった。1962年のイリノイ大学アーバナイコールシャンペーン校卒業時に政治学の学士号を取得した。同州選出の上院議員、エバレット・ダークセンの事務所職員が彼の公務員キャリアの出発点であった。1962年夏には司法省反トラスト局で研修を受けた。その後は、 民間の養殖を歴任した後、1970年に政治活動家、フィリスシュラフライの入りのイ州南部地区での会合開催を担当する選挙部長に就任。1973年から1975年にかけて住宅都市開発長官特別補佐。1975年から1976年にかけて行政管理予算局長特別補佐。 1976年から1977年にかけて、ドナルド・ラムズフェルド国防長官補佐、ウィリアム・ブイロス・ジュニア上院議員のスタッフを歴任し、1980年に、当時の大統領選、ジョン・コナリー・ジニエへの報道官を務めた。2006年8月2日に、当時のジョージ・ W ・ブッシュ大統領の呼びかけで、集まった歴代のホワイトハウス報道官の面々、 ブレーディは右から2番目、妻のサラは一番右1981年3月30日、ブレーディはレーガン大統領暗殺未遂事件で、ジョン・ヒンクリーの流れ玉に当たり、頭に深い傷を負った。襲撃直後の混乱の中、主要メディアは軒並み、ブレーディ死去という誤報を流した。ブレーディと交友関係にあった ABC ニュースのキャスター、 フランク・レイノルズはこの誤報に怒って生放送中にも、関わらず、スタッフに対して怒鳴ったが、CM を入れたことで収集がついた。ブレーディは一命を取り留めたものの左半身不随となり、車椅子生活を余儀なくされた。大統領報道官の職務も果たせなくなったが、大統領の人気満了まで更迭されることはなく、ラリー・スピークスや、マーリン・フィッツ・ウォーターが彼の、臨時や、 代行としてその職務を遂行した。事件後、ブレーディは議員らに銃規制を働きかけ、銃による暴力阻止のためブレーディキャンペーンという組織を主導した。1991年、この出来事を元にした映画、Without Warning The James Brady Story が作成され、ボーブリッジスがブレーディ役を演じた。1993年には、妻のサラ・ブレーディと、 ドレクセル大学から文学の博士号を取得した。ジェームズは1982年にイリノイ州レバノンのマッケンドリー大学から法学の名誉博士号を取得していた。1994年には彼の何ちなんだブレーディ法という法律が施行された。1996年、ブレーディは当時のビル・クリントン大統領から全米最高の市民賞である。 大統領自由勲章を受賞した。2000年には、ホワイトハウスの記者会見室が彼の名にちなみ、ジェームズ・ S ・ブレーディ記者会見室に解消された。2014年8月4日、バージニア州アレクサンドリアで死去。73歳遺没。ワシントンの警察は、ブレーディの死因について暗殺未遂事件に巻き込まれた、の負傷が原因と断定。 バージニア州の検察は当時の銃撃による殺人と認定した。ありがとうございます。